港南区域は、朝鮮民主主義人民共和国環境、南道観光市に属する区域。観光湾に面した、港湾都市、科学工業都市である。隣接する観光市との合併、港南市としての分離を繰り返しており、近年では2001から2005年の間は、港南市であった。観光市の南東1 2トルに位置し、観光湾に面する。 カササギ島道付近の海岸43道、一労働尺、五里を管轄する。朝鮮窒素肥料高南工場国連軍の撤退に、祭し500トンの爆薬で爆破される京南港、港湾施設2.8ビナロン連合企業所、高南の化学肥料コンビナート、日本統治時代の1920年代、二馬高原で水力発電による電源開発が行われ、 それらの電力をもとに、江南に工業地帯が建設された。中心となったのは、朝鮮窒素肥料などの日筆コンツェルンであり、龍安などの科学工業地帯として工業化が進められた。1944年12月、江南府となった。1945年、大日本帝国の敗戦後、多くの日本人が江南から日本に引き上げた。 朝鮮戦争の際には北進した韓国軍、国連軍が一時占領したが、1950年12月に中国義勇軍が参戦すると、中国、北朝鮮国境地帯から退却したアメリカ軍を、はじめとする国連軍10万人が、一般市民10万人とともに、江南の港からアメリカ海軍の艦船により、海路南へ脱出する江南撤収作戦が行われた。 港南は国連軍の官報射撃と空爆により破壊されたが、後にソ連東ドイツなどの東側諸国の援助もあり、復興し、発展した。この不死の出典港南市港南区域海岸区域、元宮区域、高徳区域電力、港湾、工場などの基盤が大日本帝国の手により日本、統治時代に形成された。合成繊維や化学繊維などの化学工業や、 機械工業などの重工業が中心に行われている。火星ソーダや肥料も多く生産している。ありがとうございます。